暇やな。な。竹内に邪魔だろって言わせるか。だな。ワンピースめっちゃ面白いよな。うん。それマジで栄一郎先生とか行ってベタ塗りとかって伝おうかな。邪魔や。一回栄一郎先生が俺にベタ塗りのやり方とか教えてくれたらって気になるから。お前のが得じゃないなんか。会えることで。あ、竹内さ、来月の土日どっか、なんか会えたりする？ああ、まあ会えてる。マジ？俺の、高校の友達がさ、うん、子供生まれたらしいから、うん、何人かで顔出しに行くやん、言ってんねんけどさ、うん、竹内も来えへん。邪魔やん。まあさ、佐野、知らん知らん。栗、栗、土、土？うん。あとは、竹内わからん。栗と土？ほんまかお前。いいやつやから、打ちくれるって。そうなん。うん、パチンコとかするし。パチンコとかする。俺しねえ。竹内さ、うん、なんか最近ちょいちょいアニメ見てるみたいな撮ったやん、うん、なんかおすすめのアニメとかあるん？沈宮春日の憂鬱や。あえー、ざっくりどんな、それあらすじだけで言ったら。なんか春日はすごい、うん、無茶なこと提案して。マジかよ。それでなんか全員がシャラして付き合う。たまんねえよそれは。邪魔やな。邪魔やな。すげえじゃん。何それ。ちょ、目見ててせる。怖いから目合わせる。たまんねえな。怖いから目見てないの。多分今のあと隅分かってないからさ、もう一回竹内ちょっと説明してあげてくれ。弟はなんかラノベがなんか原作。あ、そう、弟はラノベ原作で、しかもあの時期ってそのラノベがね先行して、あのラノベよりアニメが先行して終わらんくなるみたいなので、そうエンドレスエイトがちょっと長くなったとかもあってね。そうとか、ほら他にキャラとかもね、春日以外に。まあその長門っていう。あ、そうそうそう。永田由紀ね、そう、宇宙人なんだけど、これは、まあ、宇宙人が情報統合主任隊なんだけどね、うん、そう、とかね、ほら。じゃあね、お前。ひり悪いね。じゃあ、お前。新しい学校のリーダーズ、急にバーンだけど、プレッシャーとか大丈夫かな。行きなさい。これがしてあげられることないかな。ねえ、リーダーって言っちゃってれば、その責任とかも責任か。責任とかをなんか俺の知ってあげられないかな。邪魔やろ。何ができるんだ。大丈夫かな。いや、もうコブとか本当にするし。コブリーダーが出る前のコブとかして、うわ、頑張れって言ってさ、ってとか言われる。俺はまず邪魔やろ。俺はそのとサッカー部やから、うん、結構上下関係とかあったから、うん、その人の上に立つ時の心構えとかは教えてあげられるかもな。邪魔や。ただのサッカー経験者。あの子たちも多分スポーツやってるから。あいつら大丈夫か。あいつらって言うの。邪魔。鈴木福君、お酒飲める年齢だったけど、飲み方とか教えてやる。飲み方と誰かに教えて。変な飲み方とか覚えたらよくないやろ。酒飲めんやろ。教えてやらなら、何もできんって、お前。お前、何もできんって。俺は、うん、居酒屋でバイトしてたから、カクテルの作り方とか教えてあげられる。ジントニックとか俺わかるし。名前でわかる。ジントニックの作り方。ジントニック、何と何やったっけ。ジントトビ。あいつさ、やってるやろ。もう大人やもんな。服くんな。一回パチンコとか連れて行ったるか。吐かすな、そんな。俺と栗と土で。お前の下や。俺はパチンコせえへんから、俺と佐野とマナちゃんでちょっとなんかやっとこうか。まるまる盛り。古着屋とか行ってみようかな。マナちゃんと。知ってるやろ、マナちゃんの古着屋。最後みんなでさ、パーティーとかしたいからさ、うん、その竹内とさ、あの、佐田尾でさ。佐田尾。あ、阿部佐田尾。阿部佐田尾。買い出し行ってもらって。うん、走ったよ。俺と佐田尾走る。確かに走ってごめんな、それは。佐田尾や。俺はええよ、最悪。でも、スッチーすぐパチンコ当てるからさ、合流となるんちゃう。知らんわ。おいでこいよ。いつも待たされとったもん。佐田尾待っとんの。気まずいから、俺行かんとこから。なんでやねん。それで言ったら俺と竹内もじゃあちょっと知らん人から抜けるか。え、ああそうする、うん、栗と土とマリマリマリ。どうしてくれるよお前。栗結構そういう時ガッツガッツいけるタイプ。迷惑やん。邪魔やね栗。栗
クリが邪魔なんだ。クリ邪魔なんだ。クリ邪魔なんだ。この場合。クリが邪魔なんだよ。